相模大関は神奈川県内広域水道企業団の相模川、水系建設事業の一つとして、1995年に工事に着手し、1998年に完成した相模川の取水関である。川口から1 2トル上流にあり、左岸は海老名市鮭地崎、右岸は厚木市岡田地崎に位置している。 2020年3月31日より併設されている相模大関管理橋が一般歩行者自転車通行に対して開放された。交通開放された相模大関管理橋、神奈川県道409号相模川自転車道線に接続している。相模大関建設省は都市用水の確保を目的の一つとして中津川に宮ヶ瀬ダムを建設したが、 その水はこの席で取水され、神奈川県内広域水道企業団の構成団体である神奈川県横浜市、川崎市、横須賀市の水道に送水される。現在は相模川水系建設事業の第一期工事が完成し、日量62万千立方メートルを取水、綾瀬浄水場及び相模原浄水場で浄水して構成団体に供給している。 なおこの席には、計画洪水量7300立方メートル S を流下させる幅42メートルのゲート4門、水道用取水及び河川に二次流量の制御のための、フラップ付き幅40メートルの二段調整ゲート2門と、フラップ付き幅21メートルの二段土砂破棄ゲート1門の、計7門のゲートがある。建設にあたっては、環境アセスメントを実施し、 周辺に調和した施設となるよう以下のように環境への配慮をしている。相模大橋相模川橋梁相模川橋、相模川水環境戸沢橋相模川橋梁。ありがとうございます。